流派でいうと笹町っていうね流派があるんです、南越谷ではこの流派は3つ大きな流派があるんですが、この笹町っていう足をすって足をすり足っていう足をね運ぶ方なんですが、そういう流派、あとは包丁というね勇壮な提灯を持って振り回すっていうね踊り、あとは農夫町という流派が南越谷で大きく3つの、ですからいろんな例をご覧いただく中で、これはどの流派なのかなとご覧になるとまた少し面白いのかなと思います。はい、では次の混成チーム、はい、スタンバイしてください。南越谷の踊りは今年の8月で34年目を迎えます。来年は35年の節目があって、もうすでに今からもう準備が始まっております。ですから例年よりもまた趣向を凝らした、また35周年記念の特別チームが結成されてね、今もうすでに練習が始まっております。はい、今度は構成チームということで、先ほど佐々木町チームの前の人数の方を覚えてもらいますね。前にこの高張り提灯をちょっとご覧ください。これは今日参加している、連の提灯になります。もうちょっと走る、もうちょっと走る、踊りが見えないからもうちょっと走る。はい、かなり大勢の人数になりましたでしょ。今日は今佐々町が4連ですね。で、これから混成チームの方が13連混じってます。ですから衣装をよくご覧になってください。それぞれの連の衣装、特色のある衣装をご覧いただけるかなと思います。はい、ではお話しようなんですので、早速混成チームの踊りをご覧いただこうと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いします。Thank you.